こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンのハマちゃんです。本日のご紹介はエレガントなヘッドホン、バウアンドウィルキンスの製品の紹介です。バウアンドウィルキンス PX7S2E、そして、PX8S2E の方はあの音が変わってたりとか内容ちょっと変わったりするんですけど、PX8 の方は基本的に内容変わってないです。本日は新色ロイヤルバーガンディーのご覧いただきます。なんとですね、今回、全色ご用意いただきました。それがこちら。はい、ドーンときた。これが全色でございます。本体のカラーじっくり見ていきたいなと思います。まずはこちら PX7S2E アンスラサイトブラックです。マットなブラック、バーンドウィルキンスのヘッドホンのスタンダードな色です。まあ、B&W のヘッドホンを想像するとだいたいこの色、この形をイメージしますよね。かっこいいですね。スーツによく似合う。お次はこちら、真っ白な美しいヘッドホン、アクセントにこの金が入ってるのもいい。これがクラウドグレー、実に美しいネオ上品さが際立ちます。もうちょっとシルバーっぽいカップなんですね。少しだけグレーがかったお上品な色合い。これだけ綺麗だったら女性のお客様も使っていただけるんじゃないかな。結構オーバーイヤーのヘッドホンっていかつくなりがちな感じなんで、女性のお客様のファッションにこう制限を設ける感じもあるんですけど、これはかなりエレガントではフォーマルなシーンでもお使いいただけるんじゃないかなというふうに思いました。まあ綺麗、美しいですね。そしてこちらも個性的なカラー、オーシャンブルーです。美しい。こちらもあのギラギラと光るタイプ の光沢のある色合いではなくて、マットでしっとりとした色合い。こうカップのブルーとその本体の部分のブルーと少し色合いが違います。そしてイヤーパッドと本体の間には少しだけ光沢が強くあるこのアクセントの部分ですね、こういうところがありまして深いですね。ブルーというよりかはちょっと群青のようなイメージが強いかなと思います。そして私一押しのフォレストグリーン、いやいいね、グリーンにこの金のバーンドウィルキンスの文字がいい。そしてこのアクセントに金のパーツが入っていると、かっこいい。これは結構男女問わずというかあのユニセックスでお楽しみいただける高級ヘッドホンなのでは。これまたグリーンのセットアップとかとね合わせるとすごくいいんじゃないでしょうか。高級といったそのちょっとあんまリッチにもなりすぎずっていうところですね。じわーっとこう伝わってくる自然体で高級感があるっていうのがいいんじゃないでしょうか。最上位モデル PX8 3色でございます。カラーバリエーションはブラック、タン、ロイヤルバーガンディでございます。まあ、ブラックというのはねこのスタンダードなバウ&ウェルキンスといえばといったようなカラーなんですけども、タンがちょっといいですよね。このベージュっぽいボディと銀色が映える、これもちょっと女性的な印象強いですよね。そしてなんといってもご注目いただきたいのがこちらロイヤルバーガンディでございます。ひょえー、かっこえー、金色とそして深い赤、なんか赤っていうよりかはこうなんか革製品のようなそんな赤色ですね。バーンドウィルキンス最高後方のヘッドホンにふさわしい、上品さ気品さを兼ね備えたカラーバリエーションじゃないでしょうか。まあ、もちろんスタンダードなブラックもかっこいいんですけど、ロイヤルバーガンディの方がちょっと特別感がありますよね。より高級というかよりエレガントというか、ちょっとねあの目立たせたいというかヘッドホンを目立たせたいヘッドホンファンならではのカラーといった感じもしますね。普段使いにはもしかしたらタンの方が使いやすいかもしれないですね。ベージュとシルバーの組み合わせが、まあ、普段のお洋服とかに合わせやすいんじゃないでしょうか。ちょっと特別な時にはロイヤルバーガンディといった感じかな。PX7S2E と PX7S2 の違いに関してです。基本的な内容というのは変更はされていません。ポイントとなるのは大幅にアップグレードされた DSP、まあ、むちゃくちゃ簡単に言うと音質が良くなっているというところなんですけど、この DSP っていうところなんですけどデジタルシグナルプロセッサーというふうなものになります。まあ、これもめちゃめちゃ簡単に言ってしまえばデジタル信号処理に特化したマイクロプロセッサー、まあ、オーディオ信号をコントロールするためのユニット部分ということなんですけどね。 PX7S2 よりも後に発売した、まあ、フラグシップモデルである PX8
これ価格2倍ぐらいあるような製品なんですけど、でこれで培ったこの DSP っていうのを PX7S2E にカスタマイズして反映されているってわけなんですね。言ったらフラグシップの恩恵っていうのを受けた製品であるということです。基本スペック、PX7S2 と同じです。バッテリー駆動時間が約30時間、充電時間が2時間、15分の充電で約7時間の再生が可能、質量は約 307g、太陽光デックは、基本の SBC-AAC プラス、AptX、AptX-HD、AptX アダプティブといった高音質コーデックにも対応しています。マルチポイント機能、 USB ダック内蔵、そしてバー&ウェルキンスのミュージックアプリも対応しています。と変わってないとはいえ、もともとハイスペックなものなんで、改めて見ると結構ね、しっかりとしたスペックだなというふうに感じます。 S2E のカラーに関してはやっぱりオーシャンブルーとフォレストグリーンがやっぱり群を抜いて可愛いんじゃないかなと思います。やっぱりグリーンかな、グリーンつけよう。PX7S2E、久々にね PX7 装着してみましたが、やっぱりいいですね。しっとりとした装着感、ラグジュアリーでございます。そしてサウンドに関してなんですが、やはり素直でスタンダードなサウンドのイメージというのは変わらずです。中低域から中高域、幅広く真ん中の部分ですねに魅力を感じる、声の部分であったりとかギター、ピアノのよく聞き取りやすい部分に魅力的なポイントがありますね。PX7S2 に関してはレビュー動画でもご案内しておりますので、そちらもぜひご参照ください。で PX8 です。ロイヤルバーガンディ、相変わらずのファーストクラスの装着感です。最高っすね。これがね、最高峰のラグジュアリーヘッドホンってもんすよ。音質について、実にスタンダードなサウンドながら圧倒的な上品さ、特にクラシックとかジャズにこだわるお客様が好みそうな、おとなしいというニュアンスではなく、圧力やダイナミックなパワーがありながらエレガントを合わせますっていうね、素晴らしい高音質ですね。ちょっと聞いただけで、もうすごいヘッドホンなんやなってすぐ分かりやすい。 PX8 のご紹介に関しても以前に動画で投稿しておりますので、そちらをご覧になってください。やっぱ改めていいですね。質が高い。もうパッと聞いてお上品っていうことを感じますし、明らかに普通のヘッドホンじゃない質感、もう触ったもう指先から感じる上等さね。このヘッドホンにね、見合う人物にいつかは自分自身もなりたいなというふうに思います。特別感がありまして、実にいいものに触れているなという実感があります。はい、まとめです。サウンドの上品さと洗練されたデザインのヘッドホンをお探しのお客様は、ぜひバウアー&ウィルキンスのヘッドホンをご検討ください。ジャケットとかスーツとか、セットアップと組み合わせて様になる、そんなヘッドホンだったんではないでしょうか。気になったお客様はぜひイヤホン、ヘッドホン専門店イーヤホンでご視聴ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。エレガント。